皆様こんにちは。宝塚ルームへようこそ。宝塚歌劇団の様々な情報をお伝えしております。当チャンネル宝塚歌劇団気になるニュース。今回は宝塚歌劇110周年概要発表会開催。そこで発表のあった宝塚歌劇110周年行事スケジュール、新旧作品が登場。花組、月組、空組、雪組公演情報についてたっぷりお伝えしていきます。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。7月10日、宝塚歌劇団は宝塚歌劇110周年概要発表会を宝塚ホテル宝珠の間で開催しました。会場には宝塚歌劇団理事長の木場健司、花組トップスターゆずカレー、月組トップスター月城かなと、雪組トップスター綾風咲菜、星組トップスター麗誠と、空組トップスターセリカトアが登場。今回雪組は東京公演中のため、綾風さんのみリモートでの参加となりました。会見では後ほど順にお伝えしていきます。110周年行事スケジュールの発表並びに公演情報の発表があり、各トップさんが抱負を述べました。また今回の会見の中で記者の方より各トップスターさんに対して110周年のテーマを漢字一文字で表してくださいというお題を振られたそうです。そこで答えたのが、まず綾風咲菜さんがつなぐ、ゆずカレーさんがきらめく、レイマコトさんが真、セリカトアさんが恋、最後月城かなとさんが輝き。この意味には今後の公演情報が絡んできますので、理由はその際にお伝えしていきますね。ではここからは宝塚歌劇110周年記念行事スケジュールをお伝えしていきます。まず宝塚歌劇110周年記念式典が2024年4月9日に宝塚大劇場にて開催されます。過去の式典では現役生はもちろん宝塚 OG も出演する形で行われて、客席では私たちファンが入ることができました。すでに宝塚 OG の方の中にはファンの方向けに舞台出演のため4月は忙しいと話した方がいたそうですので、宝塚 OG 側にオファーがあったのかなと思うと、今回の式典も過去と同じような形をとるのかなと思います。宝塚スペシャルが宝塚大劇場にて6月29日30日に開催されます。今年より再開されます年末行事の高スペが6月に大劇場で開催されることになりました。残念ながらこの時期は月組が東京宝塚劇場で上演中のため不参加とすでに発表されています。そして10年に1回の楽しみ、宝塚歌劇110周年記念大運動会が10月16日に大阪城ホールで開催されることが決定。各組宝ジェンヌがリレーや綱引きなどの競技で争います。華やかな入場行進やハーフタイムの応援合戦はもちろん、各競技力が入った戦いが待っています。前回は星組が優勝しましたが、今回はどの組が優勝をするのか、乞うご期待。以上が今回発表のあった行事スケジュールです。私の予想では年末の高スペを6月に持ってきたので、年末に別途何かしらあるのではと期待しています。皆様はいかがでしょうか。
お待たせいたしました。ここからは公演情報についてお伝えしていきます。先ほどの各組トップスターの漢字一文字の意味も合わせてお伝えしていきますね。まず先に発表のありました。星組公演 RRR by 宝塚ルートビームビオレトピア大劇場お正月公演ということもあり、レイマゴトさんは星組は110周年のスタートも切らせていただくのでということで新を選ばれたそうです。続いて花組公演アルカンシェルパリにかかる虹、戦時下のパリを舞台にレビューの火を消すまいと立ち上がったダンサーが主人公の物語を小池秀一郎先生が演出されます。ゆずかさんが選ばれたきらめきにはそれぞれの色の花が鮮やかにきらめくようにという意味が込められての一文字だそうです。月組公演ミュージカルロマンエターナルボイス消え残る思いデビューアニバーサリーグランデ宝塚110お芝居は大劇場公演では久しぶりの登場となるまさきが先生の説明、そして昭和宝塚歌劇が110年にわたり培ってきた歴史と伝統を受け継ぐとともに新しい時代歴史への始まりを祝うデビュー作品となっており、110期生の初舞台作品となります。月城さんは初舞台生を迎える公演ですので明るくフレッシュな公演にしたいということで今回輝くを選ばれました。空組公演宝塚歌劇110周年記念宝舞宝塚110年の恋の歌ミュージカルファイナルファンタジー16、なんとあの RPG で有名な FF の世界観を宝塚が舞台化してしまうという、これには驚かれた方も多かったのではないでしょうか。私も何作品かプレイしたことはありますが、素敵な世界観であることには間違いはないですけど、舞台化するとなるとどんな風になるのかなと期待してしまいます。またセリカさんが選ばれた恋にはショーが宝塚110年の恋の歌ということで空組に恋していただきたいという思いが込められているそうです。最後雪組公演宝塚グランドロマンベルサイユのばらベルゼン編池田理代子原作ベルサイユのばらより来年でベルサイユのばらを宝塚歌劇団で上演してから50周年となる年でもあります。そこで今回は綾風さんにとって新人公演でも演じたことのあるフェルゼンを主としたお話を上演することになったようです。綾風さんが選ばれたつなぐには伝統あるベルサイユのばらを上演させていただくことの思いがあっての一文字でした。理事長より新型コロナウイルス下では未だ演劇業界は厳しい戦いを強いられていますが、宝塚は先人たちが作り育ててきた伝統と財産を生かしながら常に新しいものにも挑戦します。より多くのお客様に愛していただける価値あるものを生み出せるよう精一杯努めますと話し、発表会は終了しました。いかがでしたか？実は今回の発表会は宝塚ホテルで開催されたのですが、このような劇団の会見を宝塚ホテルで行うのは初めてなんだとか。せっかく横に移転してきたのですから今後も活用していくべきですよね。さて今回発表のあった上半期上演予定作品だけでも新しい作品はもちろん宝塚らしい作品もたくさんでバラエティあふれていますね。ただ記念行事も含めチケットが手に入るかどうか、まずはそこが一番心配です。でも今は宝塚歌劇も進化し配信で楽しむことができるようにもなりました。また
理事長の挨拶にもありましたが、まだまだ演劇業界は厳しい日々が続いています。先日の株主総会ではいろんな意見が出ていましたが、110周年を迎える来年には今以上に落ち着いた状況で迎えることができたら良いなと願っています。下期もどんな作品が上演されるのか楽しみですね。もしかしたらベルバラの別バージョンの上演もあったりするのかな。また皆さんのご意見もお待ちしています。それでは今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。